観測装置がめちゃくちゃだ。一体何があったんだ。あ、これは見ろ。でかいな。何の足跡だ。あ、チョコレートと禁断の聖地。地球空洞説？地球の内部は実は大きな空洞で、北極と南極の両極点にその入り口があり、実際に地底の世界を垣間見たという学者や探検家の記録も。いたー！北極の観測隊が目撃したのは1万1000年前に絶滅したはずのマンモスよ。地底の世界で今も生き続けてるんだわ。あのさ、夜中の2時にマンモスの講習をするために俺を叩き起こしたわけ？話は最後まで聞いて。ある探検家は北極で遭難し、しばらく地底の世界をさまよった末、そこでん？オーパーツを発見したの。オーパーツを？いいな北極、私も行きたい。掃除と洗濯頼んだぞ。回覧板はお隣の小池さんに回して、ああ、色柄物は分けて洗うんだぞ。すっかり主婦づいちゃって。大丈夫ですか？顔色が冴えませんけど。別に。さあ出発よ、もーちゃん。開きたまえ、開きたまえ。祖は異界への門、祖は夜への扉。光と闇、遥か地の契約の名のもとに、我が道を開きたまえ。こう見えても、僕、寒いところは苦手なんです。いいな、ほちゃん。これ以上は無理だ。魔法陣に引き返そう。ダメ。いいな、ほちゃん。命でお金は買えない。起きろ、起きるんだ。眠ったらおしまいだぞ。ウルフ、フランキー。いいな、ほちゃん。いいなほちゃん、いいなほちゃん。うわぁ、お客さんに紛れて何をしようとしてんのよ。誤解だよ、誤解だってば。何が誤解よ。何よここ。どこだここは。
さっきまで吹雪だったのに。どうした？そこに今変な動物が。背の高い老人かい？木の上にそんなもんいないって。小さい黒馬のような感じの。え？背の高い老人って？吹雪の中で意識を失う直前、不思議な老人の姿を見たんだ。誰？わからないけど、ただモスキート。あれ、僕今入ったのにどうなってんの？まるで見たこともない文字だわ。契約の門だ。契約の門？私も噂には聞いたことがある。行こう、帰るんだ。ちょっと待って、ちゃんと説明して。ここは、この世界は俺たちが足を踏み入れてはならない禁断の聖地なんだ。禁断の聖地？フランキー！はい！えらく逃げ足の速いやつですね。待ってくれ、怪しいものじゃない。北極点を目指す途中、激しいブリザードに遭い、気づいた時にはこの世界に。僕たちと同じだ。あの奇妙な生き物は？トロルのことかな。トロル？この世界に住むいたずら好きの精霊でな。私も何度もひどい目に遭っておる。ラキラキ！もうじゃ、はい、いい子だからおとなしくしてて。ラキラキラキ。で、元の世界に戻る方法は？わからん。私もいろいろと試してみたんだが。そうだ、おじさん、オーパーツを知らない？オーパーツ？こんな形をした宝石なんだけど。あの石はオーパーツというのか。知ってるの？どこなの？稲穂さん、たとえオーパーツを手に入れたところで、僕たち元の世界には戻れないんですよ。だったら一生そこに座ってなさい。ウルフちゃん、脱出の方法は後で考えればいいわ。それよりオーパーツの先決よ。意見があったわね、珍しく。よろしい、私が案内しよう。もう少しだ、頑張れ。
く。さ、行くぞ。たく、元気なじいさん、疲れってもの知らないのかしら。稲穂さん、止めろ。捕まれ。大丈夫かね。トロルは甘いものが大好物なのだ。甘いものが？どこで手に入れてくるのか。人間のお菓子を食べてるところをよく見かける。このお菓子は私のものよ。誰がタダでやるものですか。その前に私たちも動物にされなければいいんだが。その魔法だけど、トロルの魔法は例えばその魔物を人間に変えることも可能なのか。魔物を人間に。なんでそんなこと聞くの。だから例えばだって。もういい、寝る。私たちも休みましょう。一つ聞いていいかな。何？オーパーツというのはそんなに価値のある宝石なのかね。心配せんでいい。別に分け前をもらおうとは思っとらん。教えない。おやすみ。二つのオーパーツが一つになるとき、莫大な財宝が手に入るの。莫大な財宝？そう、莫大な財宝が全部私のもの。もし…ダメ。分け前の話ではない。もしオーパーツの力で誰かを救うことができるとしたら、君はどちらを選ぶかね。もちろん財宝よ。いや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 。なるほど。おい、何？彼女の姿が見えんのだが。トイレでしょ。もう少し寝かせて。あたしのバッグ！しっかり追うのよ、フランキー。抜け駆けは許さないわ。ほらほら、お前にこれをやる。そうだよ、お前の大好きなお菓子だよ。あ、その前に条件がある。魔法だ、お前の魔法で私を人間にしてくれ。わかるか、人間だ。ウルフ、頼む、私を人間に。危ない。
だといいな。森を抜ければすぐだ。まったくとんだ桃太郎だ。違う、文字が微妙に違うわ。わかった。ここは門を挟んだ反対側なんだ。トロル。契約の門を管理する者。契約の門？はるか昔、この門を挟んで人間と魔族は平和条約に調印。それにより人間と魔族の長き戦いは終結したんだ。人間と魔族の戦い？モンスター！みんな！オーパーツだ。これで二つのオーパーツが揃った。お前の願いを叶えるがよい。あの世界のこと。あの出来事は私たちの夢だったのかしら。夢？そう、吹雪の中で見た夢。そうかもしれないな。帰ろ。あの時俺たちが危なかった。あの時君はオーパーツに何を願ったんだい？当然当然。明日もきっとお天気ね。ああそうだね。名も知らない花が道端に咲いてる。空に届けと願うよ。I'm not afraid to die.
ちにもこっちにもオーパーツ。そんなこと言ってるとまた。なんと本物はこれね。それあ、またよー、どんなことそれ。というわけであとよろしく。次回マスターモスケートンダブルナイン第19夜カラクリ爺さんとガラクタの山。どっかー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 。命でお金は買えないのよ。